信号の。やはりですね、買っていくやつだったんですけど、ソニー新しいのが出てたんです。これ3月4日、古いのを売ってこっちにしました。これは防水機能が全くない。パッキンがないんですよね。パッキンがないんだけど、手ブレ補正が AZ1、ちっちゃいやつより3倍良くなってて、何かとやっぱり電池もでかいし、黒なんでね、黒が目立たないんで、でいろんなものができるし、この録画ボタンも消すことができるんですよね。いろんなところでもう携帯で動画撮るのは当たり前なんですけどね、やっぱまたビデオカメラをこう見せるっていうのはなんかこうね、違和感を与えちゃうんで、より自然に撮れます。撮っちゃダメなとこは撮らないですけどね、もちろんね。で、こいつが今回アマゾンで売ってるコイルを、で、こういう感じで撮れます。携帯と連動するんで、録画を携帯で、こういうのでいろんな風につけることができます。あとね、これですね。これでここにつけると、こっちからこうつけることもできるんですよね。そうするとなんかこう横にこうやってつけることもできます。これさえあれば、どのようにでもつくんだ。こういう感じでね、どっかにつけたりもできるんですよね。